ト佐緑ド佐緑1946年5月20日から1970年8月8日は、日本の競争馬、シュボバ。1948年に、国営競馬でデビュー。翌1949年春に、サ月賞に優勝、東京優秀、日本ダービーでも大本命に押されたが7着と敗れ、19番人気の、立ち風優勝という空前の大波乱を招く一員と、 なった。その後は、喫下賞を含む十一連勝を遂げるなどした。通算成績は、レコード勝利十回を含む三31戦十一勝。1五十二年より種母場となり、七頭の八大競争優勝馬を含む、数々の重賞勝利馬を輩出。3区が、中央競馬で挙げた百三十五勝は二千十一年に、更新されるまで国産種母場による最多記録であった。 1984年、JRA 県商場に選出。太平洋戦争終結翌年の1946年、青森県七古町の森田牧場に生まれる。この秋には戦争中に休止されていたが競馬が再開されるという時世の最中であった。父プリメロは1934年に、アイリッシュダービーとアイリッシュセントレジャーに優勝。1935年に、 小祝い農場により、当時6万円という高額をもって種ボバとして導入され、この翌年にサン区がゴ大クラシックの完全制覇を達するなど、名手ボバとして知られていた。母、フリッパンシーも、小祝い農場による輸入バで提出後焦点優勝馬大砲、日本競馬史上初の三冠馬セントライト、8大競争2勝の栗光、 アルバイトらを排出する優秀な成績を残していたが、小祝い農場の馬さんからの撤退に伴い、前年秋に本場を受滞した状態で森田牧場へ売却されていた。二歳春に札幌競馬場、国営競馬所属の調教師、も月づ一郎に購買され、後北海道で澱粉製造業を営む斉藤健二郎の所有場となった。二歳秋からは、 北海道静内町の静内牧場で順地、育成され、競争年齢の3歳に達した1948年春、餅月の管理下へ入った。1948年9月、札幌開催で初出走を迎えたとさみどりは5頭立て3番人気という評価であったが、スタートからの逃げ切り、レコードタイムでの初戦勝利を挙げた。 続く優勝戦では前走を退けたキャプテン王に首さまけて2着となったが12月の東京開催では初日に勝利を挙げた後当時の3歳王者戦とみなされていた3歳ステークスに出走。集団の位置から最終コーナーで一度交代しながらも最後の直線で追い込み初戦に続くレコードタイムで優勝を果たした翌1949年 トサミドリはクラシック競争を控え、3月の東京開催から復帰。ここから、騎手は浅野武氏が務める。初戦は、南ホープに花さえ敗れたが、以降レコードがち一つを含む3連勝を挙げ、5月1日にクラシック初戦、サツ賞を迎えた。単勝1.5倍の一番人気に支持されたトサミドリは、先行争いを経て、 残り800メートル地点で先頭に立つと、南ホープに2場審査をつけて優勝した。なお、この競争はこれ以降定着する、中山開催での最初のサツキ賞であったが、試行距離は1950メートルという変則的なものだった。サツキ賞優勝はアニセントライト、クリヒカリに続くもので、3兄弟での同一クラシック競争制覇は、史上唯一の例である。 続くオープン戦にも勝利し、連勝を後と伸ばした後、6月5日に日本ダービーを迎える。ト佐ミドリは単勝支持率55.78%、オッツは1.4倍の一番人気に支持された。朝のト佐ミドは、スタートから逃げを打ち、交渉面では後続に大きな差をつけて、先頭を保っていたが、第三コーナー手前から足が鈍り始め、最後の直線では、 完全に失速して7着と敗れた。勝ったのは19番人気、単勝オッズ554.3倍の立ち風で、ダービー史上最高の大波乱となった。また、第3コーナーでは、ミネ松が落馬、その煽りを受けた、大歌商売や島ドーターが内拉致を飛び越えて、競争を中止し、さらに、駒王も落馬するという事故もあった。引き上げてきた浅野は、 担当級務員の伊藤秀夫に、あまりにも惨めな負け方で申し訳ないと落類しながら、わびたと言われる。浅野は、競争内容について、先行したのは作戦だった。しかし、第一コーナーでうちから、鉄を、外から金吹雪きに競りかけられたとき、馬がいきり立って、どうにも抑えることができなくなったと、大逃げの理由を説明した。また列ひつめ気味で調教が思うように進んでいなかった。 トサミドリは競争2日前に朝と昼の2回調教をかけられており、結果としてそれがオーバーワークになっていたともされる。ダービー翌週、3歳時に帰乗した田中康造を背に4歳特別をレコード勝ちしたトサミドリは再び連勝を始める。8月の函館開催からは、騎手が浅野に戻り、6 6ラムの金量を追ってレコードで勝利、10月には クラシック3冠最終戦、キッカ賞に備えて再化し、前哨戦の特判では2着に5馬審査をつけて勝利。11月3日に迎えたキッカ賞では一番人気の指示を受けると、スタートからの逃げ切りで2着キングライトに2馬審査をつけて、クラシック2冠を制した。またこれは、サツキ賞に続き、セントライトとの兄弟制覇となった。2週間後には、兄の名を冠した。 セントライト記念に勝利、さらに12月の阪神開催からは、それぞれ6 9ラム、71kg、6 2ラムという、金量を追いながら3戦連続のレコード勝利を挙げた。翌1950年4月のオープン戦勝利をもって、クリフ藤に並ぶ11連勝を達成。しかし、同月16日に出走した京都記念では7 5ラムという、金量を追い、 5着と破れた。この時時点の金量を負わされた馬とは1 0ラムの差があり、勝った西タップとは2 1ラム差があった。続くオープン戦でも同金量を負わされ、6 4ラムの立ち風に首差破れ連敗する。その後、9月に札幌記念を制した後11月3日に天皇賞、秋へ出走。一番人気に支持された。 レースでは4から5番手を進んで最後の直線に入ったが、残り150メートル地点で急激に車行してきた、江鉄山に大圧され、転倒、競争中止という結果に終わった。二入戦の江ぞ鉄山は失格となった。この秋はさらに毎日王冠とメグロ記念に出走したが、最終コーナーで行為につけては、直線で失速するという内容を繰り返し、勝利を挙げることはなかった。 6歳となった1951年には、も月旧社から冷えた年を旧社へと移籍し、天皇賞制覇を目指して、現役を続行する。一石五所線の東京坂月では、旗風を退けて、通算10回目のレコード勝利を挙げる。4月に、天皇賞、春に出走し、旗風に次ぐ二番人気となったが、高倉山に三馬審査をつけられての2着に終わった。その後、 11月に天皇賞、秋へ直接出走したが、後島建ての再会に終わり、これを最後に競争生活から退いた。土佐緑は種母ばとして、北海道静内町の冷えた牧場で、繋ぎようされた。セントライトの弟ということもあり、当初から期待は高く、馬運車がなかった当時にあって遠方からも、後輩希望者が訪れ、土佐緑が、 相手先へ送られ出張後輩を行うこともあった。初年度3区から北の王と土サモアーが東西の3歳王者となり、3歳守護場ランキングの1位を獲得。1956年には両馬が菊花賞で1、2着を占めるなどし、総合ランキング6位につけた。1955年には1年の御故郷、森田牧場でつなぎをされたが、 ここで生まれた小松光は、土佐みどりが勝てなかった、日本ダービーを制した。他1959年にはガーネットが、牝馬ながら天皇賞、秋と有馬記念を制覇した。1950年代には戦後禁止されていた、繁殖馬の輸入が解禁されており、ライジングフレーム、ヒンドスタンといった、外国産種護馬が続々と導入されたが、 トサミドリはこれらに互いして活躍場を出し、リーディングサイヤー獲得はならなかったものの、1958年、1959年の2位を最高として、1956年から1965年までベスト10の位置を保ち続けた。長距離決闘として知られるブランドフォード系、母の父、フラムボイアンとも長距離競争のドンカスターカップや、 フッドウッドカップの優勝馬という重厚な決闘背景を持っていたにもかかわらず、トサミドリ自身がそうであったようにサンクは3歳戦から活躍し、優れたスピードとスタミナを兼備していた。トサミドリは遺伝力が非常に強く、どんな牝馬と交配しても自身に似た子を出し、サンクはその姿がトサミドリに似ていれば似ているほど活躍したという、障害競争にも強く、後藤の中山、 大障害優勝馬を輩出。また、ダートでも、地方競馬の南関東や北海道で活躍馬が続出した。ブルードメアサヤ、母の父としても古藤のクラシック優勝馬と一等の天皇賞馬を輩出している。1960年代後半以降、輸入守護馬に押されて、内国産守護馬が礼遇されていく中で、後継守護馬はたなかったが、母系にその地を残した。 1970年初頭より、と佐緑は漏水の兆しが見え始め、この年6頭への種付けを行ったのが、種ぼばとして最後の活動となった。同年8月8日、消えた牧場で漏水により死亡。25歳ぼうつ。3区が中央競馬で挙げた通算1135章は、2011年5月に、富士奇跡に更新されるまで内国産種母場の、 最多勝利記録であった。1984年、JRA 検証場制度が発足し、トサミドリは、アニセントライトラ9等と共に、中央競馬の殿堂に加えられた。なお、ヒエタ牧場で生涯トサミドリの世話を続けた。ヒエタ実は、その姿を写真で記録し続けながら、相馬岩を培った。その見識に基づいてヒエタが日本へ導入した、シュには、 ハードバージやビクトリアクラウンらの父、ファバージ、オグリキャップの父ダンシングキャップ、スーパークリークの父ノーアテンションらがいる。年度別成績は、日本の名馬、3区競争成績は、ジャビスサーチ、トサミドリタネボバ情報ページより、8大競争優勝馬、その他中央競馬重賞優勝馬、その他地方競馬重賞優勝馬、8大競争優勝馬のみ記載する。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。